リオ、この鍛え抜かれ金星の取れた美しい体、たくましく美しい筋肉を子供たちにも授けたい。そうだ、今日の体育はあれにしよう。お、うん、どすこい、どすこい、どすこい。男たちはみんな服を脱げ。今日の体育は相撲をやるぞ。男は全員上半身裸だ。よっと、フロントバイセープス。健全なる精神は健全なる肉体に宿る。今日も元気に算数のテストを返すぞ。ただし30点以下はスクワット旋回だ。おお、裸なら負けないぞ。フロントダボーバイセープス。やっぱり阿部先生だ。なんだ、本郷も一緒か。二人揃って何をやってるんだ。行く。あ、それはその、あの、別に女湯を覗く。実は阿部先生を見習ってボディービルを始めようかと思って。何、本当か。ついにやる気になってくれたか。よし、私が手ほどきをしてやろう。まずはフロントリラックス。見たまえ二人とは、この筋肉の美しさを。さあ君たちもやってみたまえ。先生、阿部先生、両手を上に上げるようなポーズはないんですか。あ、そうそう、そんなポーズしてみたいな。両手を上に、となるとこれだ。フロントダブルバイセップス、さらにバックダブルバイセップス、バイセップス。今日も俺の体はこんなに美しいというのに。サイドチェスト、心が泣いている。バックダブルバイセップス、俺の筋肉も泣いている。筋肉の汗が涙となって流れ出す。ねえ、みゆきさん、俺は悲しい。みゆきさん、メリークリスマス、私のダーリン。もうブー君たらおとなしいんだから。そうだ、クラッカーやろっか。マスキュラーン。やあ池田先生、メリークリスマス。その時池田秀子は思った。クラッカーからハンラの筋肉教師が飛び出してくるはずがない。世の中にこんなエグいクリスマスプレゼントなんてありえない。そうだ、これは夢なんだと。そして彼女は夢から覚めるために気絶することにした。何も恥ずかしがることはないじゃないか。何を隠そう、この僕は小学生の頃から身体検査のヒーローと呼ばれていてね。フロントダブルバイセップス。あの阿部先生、何かご用事ですか。なあ、そうそう、コロッと忘れてました。実は内科検診を行う予定だった女医さんが急用のため来られなくなり、錦浩二先生が女子の検診も行うことになりました。フロントダブルバイセップス、さらにバックダブルバイセップス、アブドミナルアンドサイ、お次はサイドチェスト。レーレーミユキ、頑張れ頑張れ、かっこいい。バイ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 。ミユキさんの回復を祈って、サイドチェスト。サイドチェスト、声が小さい、もっと元気よく。次はフロントバイセップス。フロントバイセップス。
したってみゆきさんが良くなるはずないじゃん。黙れ黙れ、何もしないよりはマシだ。筋肉魂でみゆきさんを回復させるの。